プレゼント企画やってます。どうもドーゾルです。はい、ということで本日もこちらクラッシュロイヤルお送りしていきたいと思います。さあ、ということで今日はねちょっと珍しいゲスト、この方に来ていただいております。やっちゃうよ、ライクです。はいということでライクパイセンに今日はねあのドズルチャンネル来ていただきました。どうですか最近。いや結構もう、はい、調子もいい感じ、調子もいい感じでね仕上がって。いやこの前だってライクパイセンも MVP みたいな勝ち方したじゃないですか。はい、否めですね、はい、否めですねそれはね。僕今一つクラノアで悩みがあって、プロリーグでもめちゃめちゃ活躍しているこちら、はい、ロイヤルホグ、はい、ロイヤルホグを使いたいんですけど、はい、ハードルが高いんですよ実は。ハードル高いですか。なんかね難しいんですよやっぱり。まあ確かにちょっと攻めすぎたりするとカウンターで1本折られたりする、ね、そう5コストでかつやっぱセパレートするか固め出しするかっていろいろあるじゃないですか、はい、選択ポイントが、はい、今日はちょっとロイホグが得意なライキパイセンに、はい、ロイホグの初心者でも今から始めるロイホグ講座、はい、ポイントを教えていただいて、でその後僕も実践すると。どうですかロイホグ、どういうことを気をつけながら戦うんですか。ロイホグは、はいはい、基本的にこのデッキで相手が、まあ、トルネードとかバルキリーとかが入ってる時は、はいはい、ロイホグを通すじゃなくてマジアチャでも削りに、あマジアチャで削りにもう行くんですね、はい、はいはいはい、はい、その例えば相手がバルキリー持ってる時にわざとロイホグを出して出てきたバルキリーを端前へマジアチャで削る、はい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 、いやマジアチャ削りがねマジでおしゃれなんですよね。そうですね、おしゃれ。いやあれただやってるだけでちょっとうまく見えます。ちょっと今日はね、ライクパイセンのプレーをまずは見させていただきたいなと思います。お願いします。よし。いや、マジアチャそうなんだよな。マジアチャがこのデッキのポイントと言っても過言ではないですもんね。本当そう。はい。まあ、あとはでも、ロイフグを出す時と出しちゃいけない時とかもあるんで。まあまあ、相手のこう、防衛ユニットによってはっていうところで。あとまあ、初手はやっぱゴーストが結構安牌ですね。あ、もう初手ゴーストか。丸出すね。なるほど、なるほど。さあ今回は相手は枯渇デッキっぽい。っぽいっすね、枯渇とは相性どうですか。枯渇は多分ちょいいいっすね。あ、ちょいいいぐらいで。さあアウトロー出して。まあこれ今手札に、はいはい、ゴーストあったんですけど、相手が枯渇だとそのゴーストを出すとプリンスでかまられるんで。なるほどなるほど。あ出た、これがこれがおしゃれだな。もう4発ぐらい入りましたよ。はい、はいはい。ああやって積極的にダメージを狙っていくわけですな。これでアウトローかな。はいはいはい、なるほどなるほど、その方かと。まあ昔からある枯渇パターン、はい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 。ここはもう相手も受けるのきつくてさらに丸太も回ってきてると、はい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 。いやー今んとこ完璧今んとこ完璧すぎるいやねやっぱねこのやっぱマジアチャですな。マジアチャを練習しながら相手ここでゴース、あ違うギャングと、はいはい、切ったんで、ここで飛ばしていくと。セパ、ああ、まあまあ、テスラ型ね。はいはいはい。セパと固め出しのポイントっていうのは、どこら辺になるんですか。今は、基本的に建物がないときは、はいはい、セパすると結構刺さりますね。なるほど、なるほど。建物ないし、セパすると、そのギャングとナイトどっちかが間に合わないんで、どっちか刺さるかなと思ったんですけど、はいはいはい。まあ、今回はテスラ入りと。そうですね。でそういう相手にはこう施設を持ってる相手には割と固め出し、固め出しですね。はいはいはい。まあ相手がファイヤーボール、あっおっと、まあ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 共有範囲で、これ何かで受けられて多分プリンセスが、はいはいはい、ここを受けられてとりあえずマジアチャで、マジアチャで、はいはい、これね、おお相手もやる、やる、これさてはできますねさっきやられたやつを覚えていてローリングと。さあそしてここでこれ3-1の固めっていうのも何かあるんですか。3-1の固め適当まあまあ適当なことも大事ですから、はい、クラロワにおいて。さあここは、はいはいはい、受けて適当に受けて、そうでここで大事なのが、はい、無理に攻めすぎると相手に守られたら取られちゃうんで、はいはいはい、めっちゃゆっくりゆっくりなんだ、はいはいはい。あでここでチクチク入れていくよと、はい、いやーこれがいいな、これが強いですね、はい、でゆっくりいく。いや僕もねやっぱあれなんですよね、攻め急いじゃうんですよね。ああそう、攻め急ぐと本当簡単で。なるほどなるほど、ゆっくりゆっくり丁寧に守っていくよと、はい、さあ相手も削ってくる。いや割と相手もやりすぎ、これはもうアウトロー出して、あ固め出しして、でこれテスラ多分取るんで、
して、はいはい、テスラ読みのコウモリ。オッケーオッケーオッケー。まあ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 、まあ、いやー素晴らしい。いやーやっちゃうよと。素晴らしい。いやうまいなやっぱ。全もう試合中ずっとうまいっすもんね。まあ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 。しゃあないっす。しゃあ、褒められてしゃあないっていう人初めて見た。いやちょっとやっぱね、はい、マジやっちゃですな、まあマジやっちゃ大事ですね、ここ腕が出るのは、はい、私もやってみるんで、ちょいあの来期師匠このビシバシね指導の方お願いいたします。ダメ出しは、いやこれねマジでね、ロイグいるとも私と一緒で、はい、やっぱこう強いのは分かってるけど、はい、ちょっとやっぱ手が出しづらい人いると思うんで、まあ、まあそうですね、はい、ロイホグ初心者代表としてね今日は、はい、よろしくお願いします。これロイホグを初手で飛ばしていくとかもうないんですよね。あんまないです、ね、あんまない。もうアウトローとかゴーストとか、まあ、ローリングットとかを転がしていこう。そうそう、はいはい、ここはじゃあもう、まあ、ウッドで転がして、でまあゴーストを、はいはいはい、もうこうやって、はい、相手はローリングットとアイスピなんで、まあ、枯渇のまたさっきのね枯渇の可能性もあるが、まあ、ここは守っていくと。そうですね。ここはセパーじゃなくても、まだゆっくり、あポイズンをここに打って、はい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 、相手は 2.6 なんで高回転のホグ、はい、で相手コウモリに対して、あの攻めたホグに対してコウモリ出されると何もできないんですよ。あなるほどなるほど。ザップがないから、ローリングウッドじゃなくてザップがないからか、墓石どっちかは絶対温存しておきたい。なるほどなるほど、ホグライダー用にね、はい、ここはマジャレちゃった。ここはあ墓石が良かったか。まあ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 、まあまあ、これで固め出しすると、大砲がちょっと遅かった。大砲が守られて、はいはい、おおおや大砲持ってますよね、これ多分 2.6 なんで。おいしい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 、はいはいはい、これでこうは、あおいしいおいしい、これおいしい、これおいしい、はい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 、うまそううまそう。ロールもしたい、ロールもしたい。おしゃれに丸となんか打っちゃって、おしゃれにね、おしゃれにしながら、いやこのねやっぱクラロワにはおしゃれ感が大事ですからね。とりあえず、いやゴーストで始まり止めて、はい、ホグ来るかもしれないんで、回ってるんで、はい、先に出して、先に出してここで墓石を、はい、おやーや、まあ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 、しゃーない。まあ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 、まあ、ここで大砲が大砲の手札にあるんですが、まあここは、まあ、ロイホグいっちゃってもいい。ロイホグいっちゃいますか。ロイホグいっちゃって、まあ多分大砲プラスのファイボで、はい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 、ファイボ持ってる相手だとやっぱりマジアチャにファイボを使わせてロイホグ飛ばしていくとか、右後ろからマジアチャですかね。あ右後ろか、あー左だ、まあ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 、ファイボ切ったタイミングで、はい、これを丸太打って転がしつつ、ホグ一発も入れられないんで、はいはい、これやっぱ 1-0 で終わらせたい感じなんですね。ポイズポイズ打って、あーそっかそっかそっか、はい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 、ちょっと待って止まれ止まって止まって、いやいやこうなるこうなるこうなるんだってこうなるんだって、いやみんななるみんななる、オッケー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 、なったのかな。あとはもうガンマ盛り、あそうですね、アウトロー出して右にアウトロー出して、もうロールも構えて、端前にもゴースト出してやつ、端前にゴースト、こうやってもうホグライダーを守る姿勢で、あれゴーストじゃなかったゴーストじゃなかった、これいやいやいや、まあ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 、まあまあ、あと10秒なんでね、ここらで戸籍立てて、戸籍立ててこうやって、はい、はいはいはい、ただもう右無理やり攻めてきたら左が絶対刺さるよと。いやーちょっとねミスも多かったですが、そうそうなんとか。いやむずいっすねやっぱ、むずいっちゃむずいっすよ、はいはい、本当に確かに確かに、ただやっぱりこのロイホグが刺さるタイミングを、はい、無駄に出しすぎないってことですね。そうなんですよ、あのロイホグをしっかり、ま、あの温存しながら、はい、ここぞっていうタイミングで出していくと、はい、そうですね、まあ、もう一戦やっていいですか、はい、そうですね、このデッキ強いのが、はいはい、結構やっぱ丸太とかコウモリがいって高回転なんで、うんうん、ある程度の相手の高回転にはついていけるんですよ。あーなるほど、高回転相手にも割と戦っていけると。そうですね、なんでもう本当に、まあ、攻めすぎなければ守れるんですよね、はいはい、いやだから攻めすぎないがね一番大事なことかもしれない。本当に本当に攻めすぎちゃうんですよね。なんかこうユニットが余ってこうあっちに行くともうすぐロイホグ足したくなっちゃうんで、 ありますよねそこ、お日本人の方だ、よろしく。ここはやっぱねちゃんと攻めすぎない意識で落ち着いていきたいと思います。ミスが続くとね、まあちょっと待って一旦待って40秒ぐらいやって、まあ、丸太転がして、なるほどなるほど、まあ、相手の動きを見ながら、はい、
ここはもうロールで、はい、おいしいおいしい。で、コウモリセパですね、一番後ろ。あ、コウモリセパ、はい、これ、これ、なんかリアルです。わー、これは、はい。ロイフが次か、テクノにあるときにコウモリセパして、真ん中からロイフセパすると、うんうん、単純に強いです。なるほど、なるほど。これやばいっすね、ちょっと。これやばいっすね。ファイブ打たれそう。ファイブ打たれて、その通り、これちょっともう、もう。スケかアイスピかな、多分。ハイスピ持ってましたからね。ああ、そうですね。はいはいはい。まあ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 、まあ。消えろ消えろ消えろ。よしよし。ここで、はい、相手はハイスピを持ってるんで、うん、固めじゃなく、あ、これは無視っす。無視、無視で。はいはい。ここ固めて出すと、ファイスピにやられちゃうから、セパ、セパ、ね。ここでもう行っていい。ネクストのコウモリもセパしちゃいます。なるほど。こういうことで、はい、でどっちかにファイスピ出てきて、どっちかが結構、なるほど、なるほど、あ、これこれこれパターンね、これうまいやつ、これうまいやつ、これうまいやつ、施設で寄せて、あのちゃんとまとめて処理してくるパターンですね。これだいぶでも次のガシャ来たらきついっすな。墓石を左のタワーにファイブを打たれない位置に出します。右側に、右側のちょっと前目、ちょっと前目、ここ、ここか。もう一マス、もう一個右なんだ。この位置はファイブ当たっちゃう。はい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 。この左を削られないように打ちながら。ここはローリングッドされると思うんで、されますね、ローリングッドされて、ここはもうゴースト。いや、いいっすね、宝石もあるんで全然。なるほど、落ち着いてね、はい、落ち着いて処理しながら、あ、それ魔術出しちゃっていい、あ、出しちゃって、まあファイボも来るけど、なんとか抑え気味で、最前線出さないとそれ魔術は貫けないんで。あ、なるほどなるほど、はい、これタワーもいけるんですね。タワーいけますね。なるほどなるほど、ここはタワー狙いしながら、ここまたセパス、これは落ち着きポイント、落ち着きポイント、はい、いや、ここですよ、こういうことでしょ。一回落ち着いて行っちゃっていいと思います。行っちゃって、ここで、あー入っちゃった。これ、あ、これ飛ぶんすね。飛ぶと入っちゃうんです、ね。なるほどなるほど。これ難しい。さあロールされて、いやーだいぶきつい、だいぶ厳しい。これはだいぶ厳しい。ラストラストラストおしゃれに、ラストおしゃれ、オッケーオッケーオッケー、ラストラストおしゃれに、ファイスピクルファイスピクルんで、ファイスピクルんでロールロールロール。マジちゃう。まあこうなりますわな、こうなりますわな。いやー、なるほどな、難しみが深かった。いやー、これでまあロールされて、いや、きついねと、きついねと、こうなっちまうともうやりようがない、やりようがないですね。まあまあ気持ち、気持ちポイズン、いやー難しいな。いやでも、あのライクパイセンが言うことはすごい染みてます。染みてるんですけど、やっぱむずい、むずいっすわ。マジアチャをもっともっとこうね、刺していけるタイミングを刺していけなかったりともしたんで、あと落ち着きポイントっすね。いやー、これ難しい。といったところで、ちょっとあのロイホグの動画を見て勉強します。いやでも割とロイホグ強いっていうの知ってても、はい、ロイホグをどう使えばいいのかっていうの知らない人もたくさんいると思うんで、ちょっと私もロイホグ勉強していきたいと思いますので、皆さん今日ね見て、あ、やっぱロイホグちょっと難しいんやな、練習したいなっていう方はぜひ来期チャンネルでこちらロイホグ講座、まあ、このデッキも一応解説してるんで、解説してるんでね、はい、こちらの動画もぜひ見ていただければなと思います。ということで、本日コラボしていただいたライキパイセン、下にねチャンネルリンク貼っております。おやおや、あの最近だって動画めっちゃ出してましたよね。めっちゃ出してるんで、皆さんぜひね、あのそちら、まあ、クオリティめっちゃ高いし、あのなかなかやっぱねプロの選手をこう解説とかも、ね、たくさん聞けないと思うんで、ね、そちらもぜひ見ていただければなと思います。下にリンク貼っておきます。ありがとうございます。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、バイバイ。